大谷翔平の未熟な精神は日本のマスコミにも責任がある。精神医学的視点から見るとこれ日本のマスコミにも少しだけ責任あるよ。多感な時期の18歳の少年大谷をメジャー挑戦や二刀流で日本のマスコミが叩く矢印、人間不信になり家族や一部の人しか信じなくなる矢印、他のスタッフ増やすのを嫌い、水原に依存する。多分簡単に心を開くタイプじゃないから一度この人ならと思うと甘えすぎてしまった。これあるな、まさに羽生なんかもこれに当てはまるんじゃね。あっちは親が異常だったらしいが、こっちは通訳が異常だったっていうオチ。人間不信のきっかけは高校時代にもあったな。そういや、インターネットが発達して気軽に叩いたりできるようになった弊害だな。大人が信用できなくなる。まさか一平の裏の顔があんなにひどいとは誰も思ってなかったやろな。栗山も信用してたし、大谷では気づけないわ。